今メイクが終わりました。今撮影の順番待ちです。すでに撮影開始から24時間が経過しようとしています。すごい大規模な撮影になってまいりました。あともう少しで終わるんでね、もう気を引き締めて頑張っていきたいと思います。一番でかい黒い布を持って、なめちゃんの横でこう立っといてくれ。たけちゃん。はい。ちょっとここ立って、この、難しいな、学ランと着物って意外に難しいな、このコラージュが。よろしくお願いします。ついちゃん、どうですか、撮影終わって。大変でした。緊張しました。楽しかったです。いじめてる。バラそうでしょ。いい感じ。寝ないで悪いこと考えてる人っぽいでしょ。ご本人がものすごく不安げなんですけど。自分がこう見ましたので、じゃあちょっと拝見。カンカンカン。わざとらしい。これは入院しなあかん。それ以上話し広げられんかったら言わんかったよ。すっごい鋭いツッコミ。カンカン、かんかん、これダークな探偵流したらダメです。ダークな探偵流したらダメです。探偵のメイクかっこいいでしょ、かっこいいでしょ。ゆきたく、ゆきたく、怖くないよ、怖くないよ。もう完全に私落とし切っちゃってるんですけど、楽しかったです。どんな感じになりそうですか。どんな感じ、なんかいろんな人にいい感じにしていただいて、すごいありがたかったです。文章おかしい、文章。どんな感じになりそうですか。ボルテックスはどんな感じになりそうですか。ボルテックスはなんか聞いてもらいました。すごい面白い、わけわからない、いい意味でわけわからないのになっていったらいいなって思います。楽しみます、頑張ります。はい、洋平さん、洋平さん、はい、何役ですか。僕はあの一応佐々木小次郎役をやらせていただきます。この辺りがね、伊達男の象徴みたいな感じらしいです。胸に何か出る。まだ何かちょっと細工していただくお楽しみ。はい、ガチガチになりました、本当に。これ撮りたいけど、皆さんにチヤホヤしていただいて。どっちねー。ありがとうございます。どっちねー。結構キュートいただきました。それはつけたままでいくんですね。なぜか OK 出ました。いいんですか、これで。ドーハですね。あ、違う。ミッシュ。大悟や。大悟。エセビジュアル系を目指します。大変ですね。いや本当にね、これも大変ですよ、ね、役者だけでね、20人以上いますからね。でいろんなバージョンの写真を撮ってたらね、そりゃ時間かかりますね。
もう体力勝負ですね。あともう少しで終わるんで、もう少しで終わるんで、一踏ん張りしたいと思います。今日は睡眠時間何分ですか？全部で30分。30分そうそう30分。すでに眠い。はい、今デクテージの山根さんで撮影待ちしていただいてます。だいぶ読み越しました。何冊、何冊読みました？結構ですね。結構これ多分10冊目ぐらい。10冊目ぐらい、はい、しかも間インターバル置いて、インターバル置いて10冊、はい、あ、かなりお待たせしてしまって本当に申し訳ないです。いいいい、先頭兄さん4巻はい、面白い。ここはなんか満喫みたいな、満喫みたいな過ごしております今日1日、うん、すごい大変ですね。堀川さんもずっとね、堀川くんね。マヤちゃんです。終わった。回収かな。ここ蝶々なんです。私の中で蝶々。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 蝶ちょっとガーリーの、ガーリーの、ガーリーガーリーや、ガーリー、こんな感じで大丈夫ですか？はい、大丈夫です。かっこいい。じゃあお願いします。お願いします。もう一回逆の傾きです。たまにニヤッとか言う。いい感じですね。白も黒も取った。はい、じゃあアップです。お疲れ様でした。お疲れ様です。